竹内智香は、スノーボードアルペン選手。所属は、児島アカデミーロイズ、広島ホームテレビを経て、現在は、広島ガス。身長165センチメートル、体重62キログラム。血液型 A 型。北海道旭川市出身。クラーク記念国際高等学校出身。小学校の卒業文集に、夢はオリンピックと記していた。14歳の時に見た1998年、長野オリンピックがきっかけで、本格的にスノーボード競技を始める。旭川市立東明中学校からスノーボード部がある北海道上川高等学校に進学。しかし、当時同校で竹内を指導していた小島久幸がクラーク記念国際高校に転勤したため、その後を追うように同校に転校。クラーク記念国際高校在学中の2002年、ソルトレークシティオリンピックに出場。2003から04シーズンよりワールドカップに参戦。2006年トリノオリンピックでは9位。トリノオリンピック後の2007年6月に、日本では選考基準が曖昧なので何を目指していいのかがわからないという理由で、ヨーロッパで挑戦することを決め、5カ国のチームに、練習の参加を打診するも、すべて断られたが、スイスナショナルチームから了承を得て、同年8月にチーム入り。その23歳から28歳まではスイスに活動拠点を移し、スイスナショナルチームと共にトレーニングをしていた。スイスを選んだ理由には、1年中氷河があるところで、いつでも滑れるし、世界トップクラスの滑りと考え方を間近で体感しながら、効果的に練習できることだったからという。また、トリノ五輪メダリストのショッホ兄弟と共に、ブラックパールというボードを開発している。ボード開発をして2年目で、その当時として、日本人として、アルペン競技で、初の W 杯総合3位となった。2010年2月のバンクーバーオリンピックでは13位。日本では、支援企業の少ないマイナー競技であり、当時はまだ、スノーボード選手のイメージが悪いという理由から企業10社以上から断られるなどあったため無所属となったが、同年、縁のある広島県山形郡北広島町でのワールドスノーボードフェスティバルを自ら企画奔走、広島ホームテレビが竹内の支援に名乗り出て、同年9月から同局に契約社員として入社した。同イベントは競技を通じて知り合った逸話メダリストを含む約30人の外国人選手らが自費で参加し、2011年2月、2012年2月と2回開催された。2011年10月には、企業イメージの向上につながると注目した、広島ガスと所属契約を結び、同社は竹内のためにスキー部を創部した。2012年12月21日、自身の29歳の誕生日に、カレッツァで開催された2012から2013年シーズンの初戦となるパラレル大回転で FIS は2013から14シーズンは出場したワールドカップ3戦すべてで2位に入り、2014年ソチオリンピック直前の世界ランクでは2位にランクインした。2014年2月のソチオリンピックパラレル大回転では予選を1位で通過し、決勝トーナメントでも安定。決勝は世界ランク1位、スイス時代の元チームメイトであるパトリツィア・クンマーと対戦。1本目はクンマーに 0.30 秒差をつけ、逃げ切ったが、2本目の中盤にわずかにリードを許したところで転倒し惜しくも銀メダルとなった。それでも、スノーボード競技では日本人女性初のオリンピックメダリストとなり、アルペン種目では1956年、コルティナダンペッツオオリンピックのスキー回転で銀メダルを獲得した伊賀谷千春以来、58年ぶりの快挙となった。2018年2月の平昌オリンピック女子パラレル大回転種目に再度選出された。2008年から2009年、2007年から2008年、2006年から2007年、2005年から2006年、2004年から2005年、2003年から2004年。ありがとうございます。